はいどうも、イッチ F チャンネルのイッチです。くーちゃんです。本日は群馬県の川場スキー場に来てます。ということは皆さん、どこに登るか分かりますか？どこですか？穂高山です。皆さんに素敵な景色をお送りしたいと思いますので、よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。はい、まずは2つねリフト乗り継いでね、山頂駅までね行きたいと思います。今のところまだそんなに寒くないですよ、はい、むしろ気持ちいいぐらいですね。じゃあ一気にね、ここから標高1800m までね登っていきたいと思います。1つ目のリフトを降りて2つ目のリフトに行きますよ。山頂駅をね降りました。これからね山に入る人たちがこんなにたくさんいますよ。じゃあね、ここでアイゼンね付け替えて登っていきたいと思います。じゃあね、アイゼン一瞬でねこれね履けるんですよ。まあ見といてください。いきます、せーの、よいしょ。ほらほら、一瞬で履けました。じゃあ今から行きたいと思います。いきなりの急登ですね、まあ、こんな感じで私ももう T シャツになりました。今日はね日曜日なんで、すごく登ってる人がたくさんいますね。遠くのね山々が見えますね。すごい綺麗だね。いや GoPro じゃね伝わりにくいんだけど、ここ登りがねえげつないですよ。どんどん登っていきます。やばい傾斜が、一歩一歩がね大変だね。暑いね。よいしょ。すっごい傾斜だよ。すっごい傾斜しか言葉が出てこない、うん、何度ぐらいあるんだろうね。45とか50度はあるんじゃない。この辺りはね、つづら折りでどん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 標高を稼いでいくっていう感じだね。はい、少しねなだらかなところに出てきましたね。初めの20分がえげつなく大変だね。ガチ登り。穂高山はこれですね。ここへりに加入しないとね登れない山となっております。くいちゃん、ここへりって何ですか？ここへりはもしも遭難した時にヘリで捜索してくれる保険になります。祠が埋まってますね。そして大きなクラックがあるね。はい、登り始めて30分ほどで剣ヶ峰山に到着しました。標識が埋まっておりますね。後ろ向きで降ります。ゆっくり安全に行きますね。いきなりめっちゃ降りる。なかなかの傾斜だね。確かによいしょ。そうだね、慎重に降りましょう。面白い家を発見しました。いらっしゃい、どうぞ。ゆうゆうと一人分。頭も出せるの？そこから出るよ。本当？よいしょ。開放的ですねここは。皆さんもねぜひ住んでください。お待ちしてます。至る所にクラックがあるんで怖いね。はい、割れてますね。バックカントリーでね山に入っている人たちもたくさんいますね。と気持ちいいだろうね、この中を滑れたら。見てください、振り返った眺めもすっごい綺麗ですよ。
いや、雪庇もすごいぞ。最後の人登り頑張りますよ。はい、もうちょっと。はい、たくさんの人が登ってますね。今日はあと山頂までもう数十メートルという感じかな。初めて1時間40分ほどで穂高山の山頂です。標高は日曜日はね、山頂はね、たくさんの方で賑わってますね。風が抜けるんでかなり寒いです。眺望もすごく綺麗だね。雪山で食べるカップヌードルはどんなお味でしょうね。いただきます。バリ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 してる。山でねめっちゃバリバリしてる。皆さんぜひね、熱々の熱湯で作ってください。温度が低いとベビースターラーメンみたいです。はい、それではね、山頂でランチタイムをしましたね。はい、お腹いっぱい。美味しかった。美味しかった。ではね、この後またね、来た道を戻って天ヶ峰の方にね、向かっていきますよ。ね、輪っかになってる。山頂から少しね、降りたところで、ここでみんな荷物を下ろしてランチタイムにしてますね。まあ、ここは確かに風があまり、ね、抜けないんでいいかもしれないですね。皆さんご存知ですか？あれがかの有名なグンマッターホルンです。日差しが暖かいを通り越して暑いぞ。今日は脱いだり、そう、忙しい。 T シャツになってみたり、いっぱい上に着込んでみたり。剣ヶ峰がだいぶ近づいてきましたね。あと一登り、二登り、三登りすれば剣ヶ峰の山頂に戻りますね。ラスト一登りで剣ヶ峰だよ。はい、剣ヶ峰まで戻ってきました。リフトまでね、すぐそこなので、今日のね、動画はここまでとなります。どうでした？初めて穂高山に登ったんですけれど、雪の日本百名山に登れちゃったということで、とても嬉しく思ってます。初心者にもおすすめの山ということで、ぜひぜひ皆さんもね、遊びに来てみてください。今回の動画面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではまたどこかの山で会いましょう。じゃあまたね。バイバーイ。